皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。今日は質問コーナーをするんですけども、普通の質問コーナーじゃないよ。今日は私がもうめちゃめちゃ頻繁に視聴者さんからいただく、なるべくもう極力答えたくないなっていう質問10個チョイスさせていただいたんで、今日はそちらをもう暴露するつもりでお答えしていきます。もうこれ YouTuber 攻め終わるんじゃねっていう、そんぐらいのレベルでございます。ではスタート。なんかパジャマみたいだな今日。まずベターな、ベターだけどあんま答えたくない、一つ目の質問、彼氏はいるの？っていう質問なんですけども、実は青木かのんは秘密にしておりましたが、彼氏がいません。安心したんだろ、人の不幸は蜜の味ってか。まあ、ね、私アイドルじゃないですからね、もう本当に彼氏ができたら皆さんに祝福してって言って大発表すると思います。もう一緒に動画出てみたいな感じ。まあ、二つ目の質問、これ経験人数は何人だろう。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、あ、3人だ。3つ目の質問、かのんちゃん実は結婚してるんですかっていう、なんか結婚してる説出てるんですよ。なぜかというと、なんか家の中をあんまり映したがらないというか、もう一個今私実家で撮ってるんですけども、いつも私が普段撮ってる自分の一人暮らしの部屋、なんかルームツアーやってよってめっちゃ言われるんですけど、私やんないんですよ。それはなぜやらないかというと、結婚生活がバレるとかではなくて、もう本当にゴミ屋敷レベルでめっちゃ部屋が汚いんで、だから出してないだけです。結婚してません。4つ目の質問、家賃はどのくらいとのことなんですけども、これ昔答えたような気がするんですけど、私が今住んでいる、マンションは家賃が7万と5000円でございます。なんかね、YouTube ってさ、あれじゃん、東京とかそこ以外に住んでる方、まあどこでも見れるわけだから、全国の視聴者さんからしたらやっぱりその地方とかだと7万いくらと高みたいな、高って言われるんですよ。でもね、東京とかなんかいろんな駅近だと、もう7万いくらとかがもうむしろ安いぐらいだと思う。 1K8.5畳とか 1K でトイレとお風呂別みたいな、もうごく普通のマンションで7万5000円ぐらいです。はい、親近感湧くだろ。5個目の質問、ね、もうなんでみんなこういうことばっか聞くんかね。最近いつエッチしたっていう、これ本当言っていいのかな、4年前とか悲しい。次の質問、あ、これなんかあれだな、ちょっと微妙そうなんだけども、アンチについてどう思うっていうことなんですけど、私ね、アンチってなんだろう、炎上経験がもうありがたいことにないんですよ。で、基本的に私ってそういうなんか負の情報をあんまり仕入れたくないっていうか、もうあ、これまずいなと思ったらすぐにミュートするんですよ。どっちかというと悪い情報ってさ、自分が身になるためのことを言ってくれている人だったらすごいその自分にとってプラスなんだけども、なんだろう、難癖つけてるだけみたいな、そういう書き込みとかって悪い影響に自分も持っていかれちゃうから、もうそういうのは見えた瞬間にミュートして、もう自分の視界から入ってこないようにしてます。なので、まあ、そういうことじゃないんだよな、多分聞きたいのはアンチについてどう思うってことだから、本当に嫌いだったらもう無反応っていうか、もう無視されるじゃないですか。それってめちゃめちゃなんだろうな、寂しいっていうか悲しいこと、まだこうやって追いかけてもらってるっていうのかな。なので私はそれもそれで一つのファンだと思います。ただ構ってほしさのあまりにちょっとこう空回りした感じで難癖っていうのかな、まあそれは私はもう悪影響だと思うから目には入れないようにするけども、でも動画を見てくださってるには変わりないんで、それは感謝しております。いつもありがとうございます。はい、次、またこれ、これさ、視聴者さんとオフパコはありますかっていうことなんですけども、今ではないんですけども、本当に始めたての頃はオフパコではないけども、視聴者さんとプライベートで会ったことがあります。会って実際に家に泊まったことがあります。ただその方は視聴者さんでもありながら私より登録者が多い YouTuber、 私その時登録者1000人ぐらい
行ってないな、1000人行ってないな。でもうそのお相手が6000人ぐらいいたんですよ。でも私の視聴者さんだったんですよ。トリッキーなちょっと回答になっちゃうんですけども、一応視聴者さんなんですよ。でもその方の家に私は、はい、泊まりに行ったら、あのそういう泊まりに行く前も何回かお会いしたことあるんですけども、めちゃめちゃ紳士的な方で、かのんちゃんの動画いつも見てますみたいな、でも僕でよければなんか協力するよみたいな、登録者とかあのね共有できたらいいよねって、まあ、むしろ向こうね6000人とかいるから、私当時1000人以下だから先輩じゃん、6倍以上あるから、そりゃうまみを感じるわけですよ。じゃあいろいろ教えてください、じゃあ僕の家にあの編集の環境あるから今日さお泊りでなんか編集合宿みたいになるみたいな、あいいんですかって言ったら、いきなり飛びつかれました。で私は大暴れして逃げて帰ってきたっていう。ただ向こうはもう私のこと元男の子って知ってましたけども、でも、はい、飛びついてきました。あこれがいきなり男が狼になった瞬間だなってすごい実感しましたね。その方とはもう全然今もう関係も何にもないんですけど、そんなことがあったな。これさ初めてなんだけど、私視聴者さんに言うの大丈夫これ。はい次、わもうどんどんね、なんかちょっと言いたくないことばっか増えてきたな。嫌いな YouTuber はとのことなんですけども、います、もちろん。それは名前は出しませんけども、名前出さないで言ったらな、ちょっとあれだな、まあ言ったら多分すぐ分かるけども、まあ炎上目的に活動してる YouTuber さんは私はあんまり好きじゃないですね。やっぱりなんだろう、 YouTube ってさ、まあ見る目的って人それぞれだと思うけども、なんかこういう時事ネタとかそういう誰かがハプニングを起こしたのを好きで見ている方はいいと思うんだけども、なんかそういうのってさ、なんかそればっか見ちゃうとなんか自分を何だろう、負の連鎖に続いちゃうんじゃないかと思って、私はそんなに好きじゃないですね。うわお、なんか落ちてきた。何亡霊、なんかいきなり布団落ちてきた。はい、じゃあ次、月収はどのくらいとのことなんですけども、私は青木かのんの月収発表します。あでもこれね、丸々言っちゃったら YouTube の規約にアウトなんで、首都圏にある間取り 1DK とか 1LDK とかの 2LDK とか、まあ、そこら辺の境目の家賃の10ヶ月分ぐらいです。 1LDK、2LDK とかの間ら辺の家賃の10ヶ月分ぐらいです。毎月の月収、平均月収はね、これはもう本当に活動を支えてくださってる皆さんのおかげでございます。それは全て私があの面白い動画制作にあの活かせるように還元していきたいなと思ってるんで、ね、自分がこうお酒飲んだりとかホストクラブ通ってウェーってね、あのそれも別にあの間違いではないんですけども、私はそういうあんまり興味ないんで、あの動画作って、楽しいコンテンツを配信したい、それに生かさせていただければなと思ってます。いつもありがとうございます。ついに最後の質問になりました。発表します。10個目の質問、青木かのんさんの性癖は何ですか？ありますよ。よく友達とこういうなんかいろんな話になった時に、私ってこういう性癖なんだって言うと必ずドン引きされる性癖。発表します。私の性癖は AV を見るときにその AV 女優を自分に置き換えてみます。はい、今回はあの Twitter に私が設置している質問箱から、答えたくない質問10個を選ばさせていただき、もう大暴露大会をしちゃいました。これ以上私の印象が失墜しないことを願っております。コメント欄が怖い。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter と Instagram、 あと最近 TikTok などもバシバシ更新してやりますので、ぜひフォローをしてね。また次の動画でお会いしましょう。